ナミさん、ありがとうございます。動画はちょっと残念でしたけども、画像が1枚だけでもあるとね、私らも本当になんか涙が出てくるようなね、あ、本当に、大立ちできたんだと思ってね、感動ですね。で、まあ、ナミさんから送られてきた動画見させていただいて、最後の方でですね、寿司娘さんが、この服を着ていっぱい写真撮るんだって言った一言、ああ、なんかそれもいいなと。大和くんが着てた服を、数ヶ月、1年遅れぐらいかな。なんで、また別の思い出をね、紡いでいく。なんかその、子供服にもストーリーができたなと。子供服にもしね、魂があるとしたら、今日はこっちの子、明日はこっちの子、さあ来年は誰の子に着られるのかなみたいな感じで、服も喜んでるんじゃないかなみたいなね、変な想像しちゃいました。私たちの立場で言うと、この、私結構ね、中古車を今までいっぱい買ってきたんですけども、前の人はどんな風に使ってきたのかなっていう風に、乗り心地とか、それからボンネットを開けたりとかね、トランクルーム見たりとか、いろいろ想像するんですよね。で、ハンドルをキュッと握った時でも、あ、前の方もこうやって大切に乗ったのかなとかね、安全運転したんだろうなみたいなことを想像しながら、まるでね、その車が前の相棒はこんな人だったんだよっていう風に語りかけてくれるようなね、そんな気持ちがして中古車って好きなんですよね。特に自分が今大好きで乗ってるね、トランザムとかね、新しいセルシオとか、ほんとストーリーがあるなぁと。セルシオなんて23万キロも乗ってますからね。23万キロ分の旅をしてきた、この前のオーナーさんってのは、いろんな体験をしてきたんだろうなぁ、みたいな感じだったりね。じゃこれからもしかしたら、大和くんがね、いろんな写真を見るときに、その寿司娘さんの、お子さんがね、あれ僕と同じ服着てるじゃんみたいになるかもしれないですね。そういうのなんか楽しいですね。いつかね、大和くんと、彼が大きくなったら、新潟の方にも行って、奈美さんのとこ行って、寿司娘さんのとことかね、もう、大和おじちゃんだよみたいな感じでね、大和でね、ペアになってみたりとかね、お蕎麦も食べたりとかね、お寿司いただいたりとかしてみたいですね。なんかまた、未来がワクワクで楽しいものになってきました。ナミさんのおかげです。ありがとうございます。いや、というふうなね、今回は、ナミさん、事件ですって、今頃言いますけども、すごく楽しい事件になりました。あ、日々、事件ですね、これはね。なんか結構ね、このね、高島忠信さんでしたっけね。ホテルっていう石森章太郎さんの原作の、ドラマあるじゃないですか。昔やってたじゃないですか。ホテルっていうドラマの、姉さん事件ですってのをなんか最近思い出してね、ちょっとナミさんとのやりとりではこれをね、ずっと使っていこうかなと思いますけども、ナミさんもなんかそれに合わせてくれて本当にありがとうございます。今回ね、受け取っていただけることの感謝、喜び、こういったものを学ばせていただきました。これからもよろしくお願いします。それでは、また明日。